長谷川牛尾は、日本の児童文学評論家。東京都生まれ。東京都立三鷹高等学校定時制卒。国際キリスト教大学大学図書館勤務と、児童文学の評論、創作などを行う傍ら、法政大学文学部通信生卒業。雑誌、日本児童文学、国文学解釈と鑑賞、子供の文化。 子供の本棚などで評論、研究活動を展開。戦争児童文学についての研究が多く、土屋幸雄の、かわいそうな像に関しては、読者である、子供たちを欺くようにして、事実と異なる創作部分を恣意的に混在させている、ことを批判している。1962年、投稿評論、芥川龍之介童話論にて、高山賞論文募集家作を受賞。 2006年、著書、児童文学の中の障害者で、日本児童文学者協会賞を受賞。2003年から2007年まで、日本児童文学者協会評論新人賞の、選考委員を務めた。初めて学ぶ日本の戦争児童文学史、ミネルバ書房2012年、著者経歴より。著者、長谷川牛尾武道者。 戦争児童文学は真実を伝えてきたか159ページ。高山賞入選論文決まるより。ありがとうございます。